はいどうも、副島マックスでございます。本日はホンダ CL500 借りてきました。これ250台ですよ。500ですよ。500なんですよ。いつもお世話になっております大南大阪国際空港店からお借りしました。大南さんは茨城サイト店と大阪国際空港店と2つの店舗でレンタルバイクをやってらっしゃいます。結構ね、早くね、新しい車種がレンタルバイクでこう出ておりますんでね、よく利用させていただいております。こうパッと見250と同じだもんね。間違うね。もうちょっとこれ500ですよってアピールをなんかバーンってした方が受けるんじゃないかな。いやもう本当車格は全く250と同じですね。全長とか高さとか幅とかは全く250と同じです。違うのは重量だけ。単純にエンジンが倍になってますからね、排気量が。で、気筒数も増えてますから。あれ CL250 こんなに速かったっけって後ろからついてったら500だったみたいな。タイヤサイズも同じです。フロント19インチ、リア17インチ。あのオフロードを意識したちょっとブロックが多いパターンのタイヤを履いてます。センタースタンドはありません。これセンタースタンド欲しいな。私身長170センチ、昭和生まれの短足なんですけども、そんな短足の私でも、安心できる足つきです。今両足ですけども、かなり深いつま先立ちができております。で、片足だともう本当、ちょっとこうお尻をずらせばべったりいけるかなと。しっかりと足をつけるんで安心です。本当に250と同じだな。もうパーツそれぞれ全部250と同じですね。このヘッドライトもレベル250、 CL250 もう全て共通で、フロントサッスはフォークブーツがついてます。ブレーキは前後ディスクで ABS もついてます。いいホイールデザインですよねこれね。シンプルで。エンジンは並列2気筒エンジンがついてます。これだからレベル500と同じエンジンです。排気管も2気筒2本出てますよ。ここがなんか250と違うところですよね。分かりやすく違うところ。このバイクはエンジンガードがねついてます。このエンジンガードいいね。やっぱこのマフラーの存在感すごいですよね。なんかこうリアビューがかっこいいもんな。ウインカーの丸とこうマフラーの丸がこういい感じのバランスを保っています。でこのバイクはリアキャリアがついてます。これは純正かな、純正リアキャリアかな。グラウバーになってていいですね、ここがね。ホイールベースは長いんですが、ハンドル角がある分取り回しはしやすく、このリアキャリアのグラウバー的な部分が非常に楽に取り回しをサポートしてくれます。本当このグラウバー的なリアキャリアめちゃくちゃいい。イグニッションがこう横にあります。アイビーム、バッシング、ウインカーですね。ハザードランプもあります。こっちは250に比べたら結構ジェントルな音だな。ジェントルに感じるな。2気筒だからかな。シンプルなハンドル周りですね。キルスイッチ、ハザードランプ、セルモータースイッチ、パッシング、ハイロー切り替え、ホーム、ウインカー。前回のね250でも言いましたけど、このタンクの大きさは絶妙ですよ。容量はね12リッターですけども、でこれついてるのですね、パッドがついてます。横にねちょっと柔らかいです。いいデザインですよねシートね。これも CL250 と同じです。やっぱこのタンクからこのシートの流れ美しいですね。この低さを演出するデザイン素晴らしいです。ここに鍵があります。でシート外すということですね。 ETC がものすごくいい感じに収まっておりますけども、収納スペースはやっぱないですね。整然としてるなぁと。丁寧に作ってありますねこういうとこね。シンプルでいいデザインですよね。パッケージとしてのまとまりとか、プロダクツとしてのこう完成度というか、やっぱそれがすごく高いなと思うんですね。ハンターカブもそうなんですけど、こういうバイクを作るとホンダさんめちゃくちゃうまいなと思うわけですよ。デザインもだって同じだもんね。何が違うかって言ったらエンジンの大きさがちょっと違うのと、あのシングルから2気筒になったっていうすごいな、できちゃうんだって思っちゃうもんな。エンジンが大きくなった分乗り味はどう変わるのか、ちょっとね
走ってみたいと思います。しかしジェントルですよ、乗り味が。まあマイルドというかジェントルだよね、これ。どっちか言ったらね、250はね、あのマイルドだなって感じたんですが、こっちはジェントルですね。排気量が大きい分ね、絶対余裕あるし、低速トルクもね、その分出ますからね。まあ倍ぐらい出てるわけだから、出力はね。なんかこう、このポジションと相まってすごくこう落ち着いて乗れますね。余裕を持って落ち着いて乗れる、そんな感じです。気楽さ加減は一緒ですよ。気楽な感じはすごくする。もうほんと肩肘張らずにこの乗り味を楽しもうと、まあオートバイを楽しもうって感じですよね。そういう雰囲気、気楽に行けるみたいな感じがもうずっとしてますね。まあこれ500って言いながら実は 471cc とかそんなんですよね。 502cc とかじゃないんだこれ実質的には CL400 ですよ。500って書いてあるけど、日本の免許制度から考えたら大型二輪免許がいるから500なんだけど、感覚的には 400cc ですね。そうそう、ブッとね、こうちょっとちゃんと加速しようと思ったらスロットルひねってあげればブッと出るし、いやもう街中は余裕ですね。楽勝です。でアシスタントスリッパークラッチがついてますんでね、それもね、またクラッチ操作をすごく楽にしてくれる、軽くしてくれてる、いい装備ですよね、アシスト&スリッパークラッチ。いやー気楽だなー。 CL250 から車重が20キロほど増えてるんですね。その重量増がね、ちょうどなんかね、いいバランスにつながってるなーっていう風に今は感じてます。重くなった分ね、下の方に重心がグッといってる感じがするんですね。まあエンジンが重くなってますからね、重いね。まあその分グッと下の方に重心がいったなって感じがします。だから重くなってなんかすごく気になるわけじゃないですね。逆にちょっとバランスが良くなったんじゃないかな。排気量が増えた分ね、街乗りも楽ですね。やっぱ低速トルクがブッとこう出ますんで、加速がすごく楽だなと思うのと、で当然こうスロットルボッとひねったらパッと加速しますからね、キビキビとした走りが街乗りはできますね。250だとちょっとね、スロットルひねらないとそういうことはできなかったから、まあこれはエンジンパワー、排気量が上がったおかげですよね。だから車格は同じだもんね。だから250のなんか気楽な感じのままエンジンが大きくなってると、そういう風に今僕印象を受けております。ちょうど本当この間250乗ったばっかなんでね、余計にそれは感じますよ。いやー気楽気楽、お気楽バイクだな本当に。こんなお気楽なバイクあるんだっていうくらいお気楽だもんな。足つき棒いいですよ。こうステップがあんま僕気になりませんけどね。これだいたいこう普通に座るとステップの後ろ側に足は行くんですよ、足下ろすとね。だからステップの真横に行くことは僕はないんですよね。ましてや前に行くなんてね、もう超バランス悪いからそんなこと絶対しないし、僕は気にはなりません。まあ普通だなって感じてます。こんなもんだろうと思っちゃいます。どんなバイクでもね、欠点はあるし気になるところはありますよ。でもね、それを含めてやっぱ惚れ込んでいくと、好きになっていくと、ね、自分の愛車になっていくっていうもんですよね。完璧なバイクを求めてもそんなものはね、多分ないから、自分の好きなバイクに乗るのが一番パーフェクトなバイクライフですよ。欠点はないけど好きでもないバイクに乗れるかっつったら、多分それは乗れないんですよね。乗りたくないもん、そんなの。モチベーションが湧かないよ。欠点があってもね、自分が好きなバイクだから乗るんですよ。車だってそうですよ。はい、高速道路です。今3速で走ってます。このまま全開にします。全開、おっと来た、よいしょ、はいはいはい、合流します。はい合流、はいはい、まあ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 、やっぱこうちょっと回転が上がるとギューッとブンッとこうパワーが出ましたね。タコメーター欲しい、やっぱタコメーター欲しい。まあね、 500cc ありますからね、それは
高速道路余裕ですよ。ただやっぱりあんまり速いと気持ちは良くないですね。そう、例えば100キロ巡航して気持ちよく走れるかっつったら、まあそんな気持ちよくないかな。余裕はありますけどね、もちろん排気量なりの余裕、パワーなりの余裕があって100キロ巡航は余裕でできます。それは余裕でもね、やっぱあんま気持ちよくないね。やっぱこのバイクは田舎道をいい感じのスピードで流すのが一番いいんじゃないかな。だからこうやって今ね、高速走って割といいペースで走れてますけども、楽しいかって言われたらちょっと微妙ですね。そんなに楽しくないよって思っちゃう。いや、やっぱり下道田舎道の方がいいな。そういうバイクなんだよね、やっぱりね。これってだってこれ車高250と同じだもんね。そりゃそうよね。250で感じたことがもう全くそのまま排気量が上がって、ちょっとパワーがね出て、トルクが出て、ちょっと余裕にはつながってるけど、全体的なフィーリングは同じですよ。やっぱ高速道路はやっぱこのくらいのスピードが一番気持ちがいい。まあエンジンが余裕あるからもっと速くは走れるし、追い越しもバンバンできるけど、でもやっぱこのくらいの方が気持ちいいな。面白いですね、バイクってね。排気量があるから、エンジンパワーがあるから速く走って気持ちがいいっていうわけじゃないんですよね。はい、ここはね、長い上り坂で結構渋滞が起きやすいポイントですが、まあまあ余裕で走ってます。もう6速キープ、あとスロットルコントロールだけですね。あ、それはもう 500cc もあればね、こんなもんですよ。でもやっぱこのくらいのスピードが気持ちいいな。そう、だからやっぱ左車線を走ってる方が気持ちがいい。こう落ち着いてゆっくり走る方が楽しいっていうか、気持ちがいいです。心地いいです。エンジンフィールはやっぱかなり気持ちいいですね。排気音はでも250の方が気持ちいいな。なんでしょうね、250、そう考えたらよくできてるな。まあ、あとちょっとスクリーンがあればね、もうちょいスピード出してもいいかもしれない。やっぱこの辺も全身風きますからね、どうしてもね。ウィンドスクリーンをつけて、このエンジンガードにもちょっとレッグシールドみたいなのをつけて、そうすればもっと高速は楽でしょうね。速く走るとちょっと緊張感を伴いますよ、このバイク。出ますけどね。で、あとやっぱり100キロ近くなるとね、シートの下の方からの振動が結構激しくなります。ビリビリビリときます。250の時はハンドルの方からの振動がすごかったんですが、500はお尻ですね、シートの方からの振動を強く感じます。このくらいのスピードだと全然気にはならないんですけど、やっぱ100キロ近くなるとエンジンがかなり回りますからね、振動は慣れますけどね。よほどすごい振動じゃない限りは慣れますけども、それが心地いいかどうかなんですよね、乗り物だから。バイクは特にね、体を使って乗る、まあ、体で感じる乗り物ですからね。そういうところがライディングに影響するっていうか、心地よさに、気持ちよさに影響しますよね。まあまあまあ、排気量がある分ね、余裕で走ってこれました。あとまあ、やっぱ排気量がある分疲れないですね。楽だなと、まあ、楽に高速走れたなと、そう感じます。やっぱこのバイクね、お気楽バイクですよ。気楽に乗って楽しむバイクだわ。 CL250 ね、まあこいつの弟分ですが、あれはね、僕結構気に入っちゃってるんですよね。ほんとホンダの 250cc ラインナップの中だったら、おそらく CL250 僕買っちゃうんですよね。でもね、今日これ乗ってるでしょ。でこっちはまあ排気量あるわけですよね。で車高は同じなんですよ。車重がちょっと増えたぐらいで、ってなると当然こっちのバイクの方が、こっちの方がね、排気量あって余裕があるから、乗りやすさはこっちの方が上になるんですね。面白いね。軽さはちょっと薄れてるんですけど、気軽さはそのままですから、気軽なまま排気量が上がってパワーが出てますからね、余裕がめちゃくちゃあるんですよね。だから排気量ある分ね、結果的にこっちの方がね、乗りやすく感じますね。ちょうどよく感じますね。あー、でもシンプルなバイクだよな。そうなんですよね、装備的にはすごいシンプルなバイクですよね。まあね、ブレーキは ABS ついてますけど、トラクションコントロールとかね、エンジンモードの切り替えなんかないし、
まあ、アシスト&スリッパークラッチがちょっとこう自慢の装備ですぐらいな。で、特別速いわけでもないし、パワーがあるわけでもないしね。すごくシンプルなバイクですよね。でもシンプルだからこそのこの気軽さとか乗り味とか、まあバイクらしい楽しさ、オートバイらしい乗り味の面白さみたいなのはありますよね。というか感じることできますよね。楽しむことができますよね、これね。だからこのくらいでいいんじゃないかっていうことですよ。いろんなバイクあるし、いろんなね、まあまあ乗り味があって面白いけども、こういうシンプルな選択肢もねあるんですよっていうことですよね。こうやって木々の中を抜けるのはめちゃくちゃ気持ちいいね。いやー、これは気持ちいい、気持ちいい。やっぱ田舎道の方がこれは合うな。うん、250の時も思いましたけどね、決して速いバイクじゃないんですよ。っていうか速さを楽しむバイクじゃないんですよね。こういうゆっくりと走って風を切って心地よい時間を楽しむバイクなんだ。だからこういう車格でね、お気楽な車格だし、お気楽な車体構成だし、エンジンもねやっぱちょっとマイルド、乗りやすく作られてるわけよ。気負わずに楽に乗れるように作ってあるわけよ。 CL250 が決してバランスが悪いわけじゃないんです。あれはあれでいいバランスだと思いますし、これは車重が増えてもバランスは向上してると、まあ、バランスは良くなってると。むしろ排気量が増えてパワーが上がるとか、トルクが出るとか、低重心をより強く感じるようになるとか、そういうメリットの方がすごく大きいように感じます。いやでもこれはどっちにするか悩ましいね。250はね、車検もないし、お気楽な軽さがあるよあれは。でもこれは車検あるけど、車両価格も上がっちゃうけど、これはこれですごくいいな。これちなみにおいくらですか？あ、まあそこそこしますかね。で、CL250 がおいくら？価格差が？こう免許持ってたらね、どっちにするかですよね。大型二輪持ってて、もうねさすがにちょっとこう、もうリッタークラスはやめようと、ちょっとミドルクラスか、まあ二半にしようかなみたいな人がどっちを選ぶかですよね。悩ましいですよ、かなり。車両価格とか車検とか、まあその辺のね負担の違いはあります。でもメリットも大きいからね、500にすることでエンジンパワーも含めてね、いろんなところのバランスが500の方が取れてるような感じがします、気がします。250はやっぱもうちょっと欲しくなっちゃうもんな。あれはあれでいいんだけど、いや500に乗らなかったら僕250買ってますね。500乗っちゃったからな。乗っちゃうとそりゃね排気量大きい方がそりゃいいやっていう風になっちゃうな。あー難しい。でも250のあの軽さとか軽快さはこっちのは薄いもんな、ちょっとな。難しいな。さあいつものサスペンションテストですね。ここの先の下りカーブでサスペンションの具合を試します。まあ、下りカーブでちょっとギャップがあったりとか、ちょうどサスペンションのテストにぴったりなんでいつもここ通るんですけども、まあでも結構ねサスペンションの出来は素晴らしいと思いますよ。特にフロントね、フロントはやっぱちょっと太めのサス履いてますからね。こういうとこね、こうギャップをググッと吸収してギュッとこうグリップをちゃんとキープしたままコーナーをクリアする、こういうとこね。あー全然、あーいい、あーすごくいい。そう、柔軟。やっぱこっちも500もいいね。っていうか同じだもんね、250と。あーこれは素晴らしい。もう柔軟ですよ。いいサスペンションだ、柔軟だし、やっぱ車重が増えたからといって悪くなることじゃないんだな。 500cc 前提でこっちのエンジンを搭載すること前提で考えますよね、普通ね、大きい方でね。だから250はちょっと軽いんじゃないかな。
まあ軽さなりのね扱いやすさはすごく出てると思いますけど、トータルバランスとしては500の方が取れてると、こっちのエンジンを考えて作ったんだなっていう風に、あやっぱ乗って分かりますね。これ非常にバランス取れてるもんな。サスペンションもいいよ。もうギャップをねすごく柔軟に吸収してくれてます。まあそりゃそうだよね、大きい方で作るよね。いや警戒警戒、やっぱねなんか 500cc になってバランス良くなってる感じがしますね。こっちの方がちょっとなんかベストバランスのような気がしますよ。もうほんとなんかこう軽快です、ワインディング。もうパタ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 ね、スッスッスッス倒れてくれるし、あのリーンウィズリーンアウト、こういろいろねこう組み合わせながらコントロールしながら乗るのがすごい楽しい。まあ決してあのそんな速いスピードでも何でもないんですけどね。でもまあやっぱ楽しく走れますね。ファントゥーライドがほんとすごくできるバイクだな、楽しいや。でやっぱ低速トルクある分ね、やっぱすごくコーナーが楽しい。グッグッグッグこうコーナーの出口に対して加速していってくれるのが面白い。であとやっぱサスペンションもいいな、結構やっぱこのサスペンションよくできてるわ。やっぱシンプルだけどよくできてるなっていうバイクですねこれ。そうシンプルなんだよな、特にそのすごい装備があるわけじゃないし、なんかねトラクションコントロールみたいなハイテクがついてるわけじゃないし、エンジンだってね普通になんかすごいすごい速く回るとかトルクめっちゃ出るとか、なんかそういうエンジンモードの切り替えとかもできないし、結構シンプルでね特色が非常に薄いといえば薄いバイクですよね。でもこのシンプルでもうバイクを操る楽しさ、風を切ってねこうやっぱオートバイに乗ってるんだっていうこの楽しさですよね。それはすごい面白い、楽しいな。いやそれはすごく味わえるしすごく楽しいし、やっぱ全体的にやっぱ心地よいですね。でそういうのを気楽に味わえるのがいいですよ、気負わずにね。それが何よりもいいな。いや楽しい、やっぱ楽しかった250の時も楽しいなと思ったんですけど、やっぱこっちはこっちでより楽しいな。いやすごいすごい、やっぱトルクあるね、低速トルクがちゃんと出てくるね。うん、おーよく曲がる、いいぞいいぞ、よし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 、切り返しよ、ほら曲がりますよ。で低速トルクあるからね、ちょっと高めのギアでもスロットルをひねるとやっとこうトルクを出してくれて加速してコーナーをクリアする、気持ちいいよ。よいしょ、おっいやどうだどうだっつって全然速くないんだけどいやー気持ちいいですわ、こういうとこね、ゆっくるくるそれよいしょ。このスクランブラーのこのポジション、まあアドベンチャーツアラーに近いちょっとねアップポジションですごくコントロールしやすいなと思います。この車体をすごくコントロールしやすいポジション、コーナー、ユーン、ウリエー、はーい、いや、いい加速だな、気持ちいいや。いや心地よいですね、田舎道を走るの本当気持ちいいな、心地よく走ってますよ、ずっとずっと心地よく走ってますし、あとやっぱ排気量がある分ちょっと遠くまで行こうかなっていう気持ちにはなりますね。楽ですからね、250だとちょっとこうあそこまで行くのは遠いかなっていう風に感じるところが、これは行っちゃえって思っちゃうね。本当に時間さえあれば際限なく行ってしまいそうだよ、だって楽しいもの、本当にずっと走っていたくなる。さあつづら折りの細い山道です。3速登るかな、うわ登るね、太いなトルクが、やっぱスロットル開けた時のトルクの出方が全然違う、やっぱめっちゃ太いし安定するね。こうやってほらほら、もうかなりねタコメーターないんですけど、かなり低い回転のはずなんですよ。でもやっぱり
ダダダダッとこうツインエンジンが、この2気筒エンジンがトルクを出してくれますね。うわどうかな、大丈夫かな、うわうわすごいすごいすごい、おお登る登る、おおいやーぶっとい、優秀。ちょっと俺ビビりましたけど今。いやぶっといな、トルクが。そら 500cc ね、まあまあありますからね、言ってもね。そらどうかなどうかな、うわうわどうかな、うわ怖い怖い怖い、いやでもちゃんと登る、すごいすごいすごいです、登りきったね。本当になんかこう粘り強くてトルクを出してくれる優等生ですよね。ものすごく気に入ったんですよ250、本当にすごく気に入ったの。でもね乗っちゃうとね、こっちがちょっとベストバランスだな。もし大型二輪免許を取って大型バイク買いたい乗りたいって人がいらっしゃったらね、まずこういうバイクに乗ることもねいいんじゃないかなと思います。であとリターンの方もねこのバイクおすすめです。まあ CL250 もすごいおすすめしたんですけどね、もうちょっと大きい排気量がいいやって人はね、あのこちらもおすすめです。リターンの方、初心者の方おすすめ。もう大型やめようかとね、大型バイク乗るのしんどくなってきたと、ちょっともうでかいバイクはいいやと、ちょっと気軽なバイク乗りたいなって方、まだ大型乗っていいと思いますよ。これだったら、これ大型だし一応ね、これでもいいと思うよ。僕結構これすごい気に入ってますよ。まだまだ軽くてね乗りやすい大型バイクあるから、大型バイクやめとか言うよりは、まあもうちょっと軽い大型バイクというか、もうちょっとイージーなやつに乗り換えようかなっていう風な選択があってもいいですよね。やっぱね好みのバイクを見つけていただきたいと思いますしね。まあ僕のね感覚で言うと、このバイクはかなりあのおすすめです。楽だし乗りやすいし、あと他の人があんま乗ってないっていうのもね、まあ出たばっかだからちょっとあれだけど、多分他の人もあんま乗ってないバイクになるんじゃないかな。あんまり売れるような気配がすいません本田さん、僕はあんまりこれが売れるような気配は感じないんです。レブルの500なんか見たことないし、本当にあんのかなと思うくらいのバイクだから、このバイクも同じようにレアなねバイクになっちゃうと思うんですよ。だからこそね、あの欲しくなる気持ちも僕は湧いてきます。あまりこう街中で見かけないレアなバイク、僕大好きですから。そういう方いらっしゃるでしょ、あなたもそうでしょ。このバイクもぜひね一つ候補にね入れてやってください。いやー楽しかった、気持ちいい、ほんとこのバイク気持ちいい、心地いいや。そうね、気持ちいいというよりは心地いいですよ。非常に心地よく田舎道を走っております。もっともっと走りたいという気持ちが今すごく湧いておりますけども、本日はここまででございます。もしよかったらチャンネル登録してください。コメントも高評価もお待ちしておりますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ソイジマックスでした。またお会いしましょう。バイ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 。ラカサデルメレンゲラララララララ、イラカサデルバチャタ。 Yeah!